なんなのだたくま。たくまは僕の本名ですね。はい。下の名前がたくまなんで。そういうことです。まもなく、ゲームスタートです。身分を確認してください。い遺伝狼かよ。夜が来ました。目を閉じてください。 なんか最近占い師をしなさすぎてささ占いでなさすぎてオオカミの占いがちょっとあれになってんだよなでもそれ意識してるってことは占い師になりきれてないんだよな 今二戦目です。一戦目敗戦です。はい、勝ち。朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。 9番のプレイヤーは発言してください。さいあお疲れ様です。まあ、一発目、そんな話すことなくないな。<laughs> えっと、まあ、大した進行論じゃないんだけども、うん、個人的には最終日まで行く進行を取りたいなと思っているんで、うん、なんか、となんか不思議な進行を提供する人がいるんですけど、僕は乗る気はないといだけ先に言っときますね。はい あとは盤面揃って、まあ、釣り位置ぐらいはしっかり上げたいかなと思ってます。はい、2周目頑張ります。お願いします。1番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。霊能者です。霊能者でした。霊能者です。把握お願いします。私が霊能者です。お願いします。え、キューーさんに関しては、まあ、安定進行を取るという形でいいのかな うん、いいと思うなと思ったぐらいですね。キューバーさんに関しては色を落とせないので、まあ、キューバーさん、えっ、ー、と、あと一周目の発言を聞いてしか発言できないので、まあ、頑張れぐらいにしか思ってないです。そうですね。えっ、ー、と、私も安定進行好きですね。もし私の対抗が万が一、億が一出てきたとしても、釣り切ってほしいかなと思います。というのも、変に、私を決め寄ってくださるんですたらいいんですけど、 もしも私が殴り分けてつられてしまったときに相手を残されるっていう進行が非常に嫌なので、目が一対抗が出たら続き切ってほしいかなと思ってます。そんくらいですね。役に関しては占い師さんの、役に,、うんね、に関しては占い師さんの進行論に従えばいいと思います。以上です。2>, 2番のプレイヤーは発言してください。さいはい、よろしくお願いします。9番さんについてはまあ2周目ですね。 盤面揃い次第精査をしてもらって、それを聞いて判断していこうかなと思いますね。今のところ特に違和感のある発言っていうのは拾えてないですね。一番さんについてはどうでしょうね。まあ盤面揃い次第なんだけど、霊能つりきりを飲むんだっていうのはちょっと意外でしたね。はじめにね、霊能ですっていうのを4回ぐらい言ったから、相当シーンを取りに行こうとするのかなと思ったら、ああ、安定進行ありなんだっていうのは、 ちょっと矛盾には感じてますかね。まあ盤面揃い次第でしょう。はいもしね、俺グレー詰めになる盤面ができた場合って、あの、陣外っぽいところを釣ります。強陣っぽい動きをしているローにも縄を届けさ、届かせたいと思ってるんで。だから、陣外っぽいところ、一番陣外っぽいところを正確に釣りたいと思ってる。3番のプレイヤーは発言してください。しさいはい、うーん、まっすうですね。 まあ特にないですけどうーんまあ9番さんの位置まあ、頑張ってねぐらいかな <laughs> ちょっとうるさいかなちょっとうるさいなうるさいな、ね、ってことでねまあ30秒残り30秒あるんで、ね、2番さんがねまあ、人外っぽいって言った時まあいいんじゃないっていうか霊能が1人目で出てきてまあ盤面固まってからどうなるかわかんないしさどの道みんなさ2周目黒を狙いに行きましょうって言うでしょ じゃあ庭さんにあの次の日ね、強人だと思って釣りに行く思考はだったらめちゃくちゃ人外っぽく見るからね。村だったら、じゃあ、ちゃんと強人っぽくても、まあ強人釣りに行ってもいいからね。俺は強人っぽくても釣りに行こうと思います。はい、以上ねお疲れ様でした。4番のプレイヤーは発言してください。<laughs> 3番が2周目にどう発言するかすごい気になりますね。今の発言から。3番が2周目にどこを釣り位置に上げるのかすごい気になりますね。って思いました。えー、っと、9番は色落ちなしかな。2番の1番への殴りは、俺とは意見が違うなと思いましたね。2番も2周目っだと思ってますが、2番とは意見が違うなと思いましたね。えー、っと、まあ1番目線って、 別に、うん、普通に真取り置き1番もあると思うし、まあ、1番が人外かどうかは分かんないけど陣か人外か、うん、別に釣り切り飲んだからって1の人外要素っていうのは取れないと思いましたねあと2番が人外を釣りたいっていうのは相当当当たり前の話だと思うんで、うんまあ、2番も2周目結構注目かなと思ってます以上5番のプレイヤーは発言してください はい。よろしくお願いします。うん。4番さん、注目するところが多いですね。はい。うん。まあ、俺、2番さんは一番印象良かったけどね。1番に対する、えー、思ったことがほぼ一緒だったね。はい。1番さんは、うん、なんか、万が一、億が一。俺、そこにずっと引きかかって、それ何回も何回も言ってたでしょ。うん。あの、対抗が出てくるのも万が一、億が一。うん。だからそこまで言うんだったら、ちゃんと芯取る気でいけよって思ったんだけどね。それなのに、あのー、なんか考察負けしたら、 あの釣り切ってくださいねとかあのあの負けるかもしれない、ね、釣り切ってくださいねとかね、最後出てきたら、うん、ほんまに真なんかなと思ってしまったよ。うん。俺は若干偽で追ってる。で、3番さん。うん、3番さんは、うん、やっぱちょっと臭かったね。はい。で4番さんが3番さんに対する指摘は良かったんだけど、2番との意見は違うかったかなって感じかな。二、うん、番とかそんな感じ。9番さんはもちろん2周目次第ですね。はい。次第ってのはおかしいな。2周目聞きますね。6番。 のプレレイヤーは発言してくださいノですまあ、率直に思ったのは、まあ、とりあえず今日は1つってほしいんだけど、まあ、どういう人形になるか、まあ、ってか、まだ占い誰も出てないか、そういえば。まあ、12人形だった場合って、グレーから行くっていうのは別に全然ありだと思うけどね。まあ、村下っででもどうなんだろう。12とかでも、12部屋村人形でまあ、レノロラっていう形になると思うから、まあ、まあ、1から釣ってくれって感じかなと思うし、やっぱり。 その場合はね、まあ一番がもしかしたらカリスラとかしてくれるかもしれんけど、まあその後は白よくわからん。現状グレーだとね、まあ二番が結構人間っぽいかなと思ったから、まあそこを拾ってる五番とかが視点合うから、まあ割と二番と五番がまあ印象いいかなって感じかな。まあ二番が人間っぽいかなと思ったら2二番のそのなんだろう、要するに強ムーブをしている人狼も釣りたいっていう、まあ結構なんだろうな。まあ若干なんかフィーリング的要素も神だけど、二番のそのなんか、なんだろうな、要するなんていうかその人外釣りたいっていう威力が結構感じられたから、 ああ5番もそこに関しては費用差は似てたかなと思う7番のプレイヤーは発言してくださいはい占い師です占い師占い師です占い師一番三白です一番三白です早くお願いします占い師一番白ですそうですね一番三の話は結構上がってますけど一、まあ、番三あくまで、えー、9番さんの進行路に乗っ取っただけなんじゃないですかね安定進行をするんだったら、まあ、もし釣られたらあの太鼓持つってね 話だったかそこまでなんか矛盾2番さん矛盾とまで言ってたんですけどそんなつかかるとこかなと思いましたねえー、っとあの時点ではああまあそうかえー、っと2番うんまあまあいいかえー、っと3番さんはそうですね2周目期待ってところで45、うん あ単純に1番さんに付きかかってる人はよくわかんないですねこも8番占いすら来ると見た8番のプレイヤーは 発言してください。発言してください。はい、占い師です。一番、ランダムで白でした。把握よろしくお願いします。もう七番が一番に白出してるから、七番って一、はい、番に白出てるから、六番からっていう発言を、まあまあ。流れに持ってきやすいことから。霊能に関しては、神教、そして一番が偽だと思ってるんで。 えまあ、村支店、まあ、あの、まあ、釣り入れてください。まあ、相当きついかなと思ってたんだけど、一番一人だけだったら。うん。まあ、正直、俺は狩人度だってでほしいんだけど、まあ、狩人が、いや、頑張れ一年なのはあれだし、もったいないと思うんだったら、まあ、潜伏していいけど、占ったらごめんねっていう感じ。えっとね、5番で3番の何が怪しかったのか言ってないんだけど、4番にしてもそうなんだけど、ちょっとにしも言ってくれないかな。 俺なんかそれ言語化してくれないと分かんないと思うから7番ローで見てます以上です意味わかんない9番のプレイヤーは発言してください あ、お疲れ様です。えっと、盤面上6番さん釣り一択でしかないかなと思ってるから、6番さんが死んだったら申し訳ないんだけど、6番さんから釣りを入れます。で、その結果を見て、えっ、ー、と、例のが心境か振動がはっきりすると思うので、はい。えっと、グレーに関して触れるんだったら、僕は3番さん何言ってるかちょっとよくわかんなかったんで、2周目聞かせてください。で、 なんとなく二番さんの発言の捉え方が若干違うのかなと思っていて二番さんって人外目を釣りたいって言っているんだけどえっと何だろうたまにこう村の中で黒を狙いて狼を釣りたいから狂人ほっとこうみたいな発言をされる方がいるからそういうのを抜きにしてあくまで人外目があるところまあ狂人だったとしても人外だから釣ろうよっていうのが二番さんの話なんじゃないかなと僕は解釈していたんだよね。 だから別に特段2番さんに対して僕は違和感は現状なくそこになんかふっかけていった3番4番3番さんはなんとなく2番さん叩いてたような印象はあったけどさっきも言ったけど何を言ってるかよくわかんなかったから気になってる4番さんも同様だったかなと思ってるからグレーに関しては現状34が気になっていて占い師に関しては7番さんが若干引っかかっているかなえっと7番さん1に例の刺さっていて えと内訳的に、えー、と一番の真意はつかないだろうけどなんか一番につかかってるところをなんか叩いてるのがすごく違和感でしかなかったなと思っておりますよ,よはいまあそれぐらいかなまあ今日は6番さん申し訳ないけど釣ります以上1番のプレイヤーは発言してください,いやグレーに白が刺さってなくて78ともに。 どちらがらがかかわないなといかなといとううふうには思いましたね、うん、7番さんの方がちょっと進行はかなと現状の印象では思っているというのが、えー、と私への精査というか私への話が多かったところあと、まあ、これはあまり良くないしいい考察かもしれないが彼らの進行論は許すらなかったのかなとちょっと7番の印象の方が悪いかなというのは現状占ないのかな 6番さんはまた進路が白が出ているところと、6番さんが狼の場合、7、8に相方がいない限り、占いんでいると思うから、やっぱり6番さんは強人かなと思います。ぐらいかな。真のがやっているとも思えないので、6は強人やと思っている、えー。9番さんに関しては、今現状一番いいかなと思っています。3番さんへの把握も得の指摘ですね。同じことを思っていたので、それを指摘できていて、9番さんだけやったから、9番さんはいいんじゃないかなと思った。 あかへえー、一番気になったのは、5番さんかな ?5 番さんが結局、何やろう。他の群れのことどう思ったのかよくわかんなかったな、ね。4は気になるところが多いねぐらいしか触れてなかったような気がするんやけど、5番さんは他に思うことがなかったのかな ?5 番さんが一番色落ちな発言したかなと思った。かな。で、 3番,さん3番さんに関しては言ってることがちょっと私も分からなかったから、精査不能やし、2番さんに関しては2周目の発言を聞くしかないかなと思ってる。4番さんはそこの位置でどんなことを言ったんじゃないかな。それに対してあんまり伸びなかった5番さんっていうのが今一番気になる位置かなというふうには思ってますね。6番さんつってください。明日以降頑張って精査を落としていきます。以上です 2>, 2番、のプレイヤーは発言してください。さいはい。占い師についてはね、まあ、7番さんは、 えっと2五が1に突っかかってるとそこが気に食わないっていうねこうしっぽい感情ですね1に白が出ているからっていうのは普通に感情としてはしっぽいなっていうふうに思いましたね8番さんはね狩り出てほしいでもさ6番をこれ今日置きできた場合って8番目線狩り出てほしいまで言ったんだったらグレー詰めもできるんじゃないって思ったけど 6番さんについて老名を追わないならねそこの精査をしないで狩り出てほしいだけで止まったところっていうのが俺はあんまりしっくりこなかったかなで3番さんについてはよくわかんないな今日っぽくても釣るって最後に言ってたけどそれは俺が言ってることなんだけどなそもそも22番面で囲いとかが起きてた時って初日にローが釣れないんだよグレーからって考えた時に今日っぽいところを釣っとく人外っぽいところを釣っとくっていうのが一番いいと思っているし もしグレーにローがいる場合だとしてもなんかこの人はなんか強っぽいから外してローっぽいところを釣りますっつって村を釣ってしまうことが一番リスクだと思ってるからあんまり意味がないそのやり方はと思ってるんだよねだから人外っぽいところがいるんだったら素直にそれを釣るっていうのは俺の言ってることでさらに言えば三番さんの言ってることと同じ強っぽくても釣るっていうことだから三番さんのセンサーはよく分かんない4番さんはね 4番さんはあんま触れたくないとこですねこれ <laughs> 第三者視点ですねって思ってますだから5番さんっていうのはそのケアもしつつ4番さん注目点が多いんですねっていう指摘にとどめて、えー、1番さんの霊心霊能かもしれないところをまあスパッと偽っぽいって言ったところは5番さんは結構村っぽいなと思ってますねだから38ぐらいかなっていうふうに思ってるけどねロー1は6番いきます3番 アツゲン発言してくださいピカさ,さ、かわいそすぎマジで。俺一番強者やと思うから、9から行こうよ、9。9から行こう、9。まあ、2番もさ、結局さ1、9、9と2がさ、なんで6番の方が真かもしれない、1番が白だから、1番書白だから、じゃあ今日は6からで。えじゃあ別にいいじゃん、グレズリでって思わない ?6 番が別にじゃあ、 この場合で進路進路追わない盤面だったとしたら、グレー黒つった方がさ、で、一番強人でも、一番強人性さってめっちゃ大切だと思うけど、一番死んだったらそれぞれで神一になるし、強人だったらグレー強いでしょーーね、自分さ、あの子さっき言てて、グレー怖かったでしょ、3番多分黒く見えたと思うし、ね、怖かったと思うから、959。 4番と5番が村だと思うから2番と9番かな。どっちか。7、8の精査はわかんないけど、2番が、そうだね。村っぽか、あ、人ィっぽかは見えなかったけど、村っぽくも見えなかった。だから、まだ2番の精査は明日でいいかな。とりあえず9から行こうよ。そんなにさ、9番が、ま、1番、一番手でね、6番、あじゃあ今日6手で、しょうがないよねって思わなくない 俺が6の立ち位置でも1の立ち位置でも別にグレゼでいいと思うけどね、うんで。俺なら思うから6番がシーンだったらグレゼに飲んどしいかなって思うから俺は9回来てるから。<laughs> 9言っても、まあ、3統一はしょうもないんで2番統一してほしいかなって思いますね。2番隠しちったらやっぱり9番黒で黒出した方がシーンそれで終わりだと思ってます。以上です。お疲れ様でした。おやすみ4番。のプレイヤーは発言してください。 うん。一 <laughs> 番さんの初、ずいなっていう。なんか第三者視点とか言われて、俺に触れたくないって二番さんが言ってたけど、それの意味がよくわからなかったな。三番さんが急に行きたいんだったら、狩りを出さなきゃいけないんだよ。騎士を。騎士じゃない、狩りか、こっちのゲームだったら、狩人を出さなきゃいけない。狩人が出てない状9番にはき行きたい。 現状1の方が偽かなと思ってるんですけど、まあ、どうせ俺は釣り切りたいと思ってるんで、情報釣りっていう観点では6に行きたいか、六から釣らせてもらいたいかなと思ってますね。2番が7に偽っていうところはいいんだけど、8に全く触れないっていうのが結構気になったかなっていう。7は偽って言ったんだっけ真って言ったんだっけなんか7は偽っぽいって言ったんだよね。うん、なんかそこ俺の把握もれで申し訳ないけど、 なんかその7への触れ方と8に触れないところがなんか結構不自然だなっていうのを感じたかな。現状3のなんかムーブよりも2の方が臭いかなと思っちゃってる。9は結構白起きしてるから、5は全然わからん。8番さんになん1周目さんのどこが気になったのって言われたからアンサーしとくと、面白でいいななんか2がその人外っぽいところを釣りたいっていう話をして、 3がなんかこそのあと2を釣りたいっていうか2が陣外に見えるときは2番3釣りでいいんですねみたいな感じのこと言ってなかったっけそれがなんかすげえ気になったんで、うん、ただから3番が2周目でどこを釣りたいっていうのかは結構注目だなっていう発言を残してました78に関しては全然まだ分からんだな話、ね、今日6から行きたいですけどね6がさい。はいまず最初に結論からやっていくね はい。2、3、白、置きい、4、9、グレー。で、1、6だったら今日1番釣る。7、8の占い精査は8の方が偽で見える。はい。まず、えっ、ー、と、2、3、白置いた理由は、3番さんが9番さんに対して思ったこと、俺、ほぼ一緒。うん。 あの9番さん目線はね、1番さんの発言聞いてないから、ちょっと仕方ないところもあるんだけども、それでも、なんか8番さんの発言聞いて、じゃあ6からいって、それで1番さんに色見てもらって、それで分かるでしょうって言ったら、俺だともう、対抗出てる時点で色なんてほぼ関係ないと思ってる。そこは3番さんとは違うけどね、なんか一で黒が出たらとか言ってたけど、違ゃ違う違、ん、う間違えた、あのー、2で白が出たらとかいう話か、ごめんごめん、そこは間違った。うん、うんあと,、えー、っと8番さんが 偽に見える理由っていうのが、えーっと、7番さんは1番さんに白出てるから6番さんずりっていうふうに押したかったでしょって、8も1に白出てるのに、そういうふうに7番さんのことを言っていたところは、むってにせくさい、むしろあなたの方が1に白かぶせてて、6からずらせようとしてるところにほわ見えた、そういう発想を持ってるって時点でね、うん、はい2番さんの7番さんが1番さんに対して、な、え、ん、ー、でそんなに心切ってるのって言ったら、感情を読み取ってたらすごく良かったと思うしね。うんで えー、4番さんがやっぱり9番さんを最初に見る理由がなかったところで、4番さんもあれと思っちゃったかな。うん、やっぱ9は6いこうとしてる時点で、じゃあ6番さんがもし黒って1番さんが言ったらどうするんですかって話なんだよね。6があの時点で人狼で出てきてるんですか、うんあね、まあ、それはないとは言えないよ、確率的に。ないとは言えないけど、あんなき1シーン下げて、じゃあ俺、うーんってか、ルンルンで人狼が出てくるんですか結局、釣り切られるのに。うん と思うんだけど俺だから9ちょっと怪しいなと思ってる。うん、3は1週目はなんか、えー、みんなじゃあ,あの黒を見つけたいんでしょ黒釣りたいんでしょでも強人っぽいとこでも釣るかな、ね、って言ったところは俺ちょっとあれと思ったんだけどもう再始動。6番のプレイヤーは発言してください。うん、まあ基本的には3はほぼ村置きしていいというか神だったら勝てないゲームかなと思ってるぐらい3がしてみは白かったかなと思ってる。 まあ結論から言うと僕はこの村がこういう強い進行を取れるんだとしたら今日1釣らないでグレー詰めをしてほしいかなと思ってるけど、ね、俺視点って一番の強靭確定してるから、うん、占い進路確定でグレーにもう一度いる計算だから要するに一番が強1だと分かってる視点なわけよ俺連絡視点だだから、まあ、7、8ともにどっちが進化は現状分かっていないが強靭に白が刺さってるっていうのは不利だけどただまあ俺視点では場面がスッキリしてるからグレーで確実に狼がいるっていう視うだからむしろグレー詰めたいんだけど一応回進行してむしろねむしろ借り出し,して まあこれは7と8どっちも伸びるって言うたらその進行取ってほしいんだけど、霊能じゃなくて。って思ってる。霊能だったらだってどうしても、でもじゃあ、じゃあ一つだけ言っとくけど、俺の狼だった場合って基本的にないって分かると思うけど、だって67でも68でも1白出さないでしょ <laughs>。冷平静に考えてほしいんだけど、新動新動やってて1白動画ってどうして出すのって話して、そんな見たことありますかって話したし、強人で白は、まず8の強人って100%ないよね。だって8番強人視点だったらさ、7が1白出してるから、その場合って1、6、6、6が透けるから、8強人だったら1白ってセント出さないからね、100%。 うん、分かるそれ言ってること。8の巨人って100%なくて、7番強人でも基本的にこのムーブーってやらないっていうのは分かると思うんだけど、まあ、俺視点って1番強人がつけてるから、7、8どっちかが狼だから、そもそも7、9も8、9もないけどね。はい まあ、この進行がのめんなら、狩人度が狩り度使用してくれずにしてほしいけど、まあ、結論から言うと5番の視点が合ってると思うから4か9でいいと思ってるんだけど、だから49どっちが狩りなら、そこが狼一かなとすれは基本的には思ってるんだけど、まあ、2番に関してはやっぱり1周目で白いオークションスがあったし、5番に関しては考察2周目に関して結構真っ当だったと思ってるから、基本的には4級が狼一かなと思ってるから4級のランでいいと思ってるんだけど、俺は。狩り出ない狩り出とするんだけど。<laughs> まあ、 でもこの進行って村がちゃんと進行を飲んでくれないんだったら、まあ例の欄になるから、その場合って俺が方法をつられると思うけど、まあでも例の心理さすがに今のでついたとは思ってるから、まあ例の欄ではワンチャン1つって欲しいかなぐらいまで思ってるけどね。7番のプレイヤーは発言してください。プレーズでいいんじゃない ?3 番さんの言う通り。1番さんが狂人にしか見えなかったな。理由は、えっと、1番さんって9番さんの指摘を村っぽい、えっと、ちゃんと訂正してたからって言ったんだけど、 えっとそれで言うならえー、っと誰だっけ2番さんの指摘を修正した3号も白いってなるんじゃないかなって思ったんだよね,ね逆だっけまあいいやま,まあ誰かが指摘したと思うけどその理論でいくんだったらもっと1番さん1 2の軸で、えっと、2番さんのことを殴ってた人の方がらって思うんじゃないかなって思って9番白い理由が全く分かんなかった9番単体でいくとえっと一 えっと、7番が1番に突っかかってるところを殴ってて違和感って言ったんだけど、それって17のローローがある時だけでしょ。1番が相方で、そこを殴られたから過剰反応っていうのは分かるけど、8番も1に白出してる状況でしょだ。ないじゃん。どういう視点って思いましたね。17ロー,ローは絶対否定できるのにっていうところで、今日はそうね、占い師目線だったら、まあ、カリーも出てないから、一本釣り指定するしかないから、 9釣ると言っておきますかね4番も気になってて情報釣りで6から行きたいって話をしてたんだけど1のことを偽で見てるんだったら1がどんな結果を出したとしてもそれって混乱するんじゃねって思ったんだけどな単純に霊能から釣るんだったら偽っぽい方から釣るべきだしそれで言うなら狼目がないのであればグレーから行くべきだしね。こっかりはい。ころかな5番さん白いって思ったけど そうだねで。あと3番面白いと思ったかなところですかねぇ。2番に関…まあいいかで。8はみんなが言ってくれた通りだったね。わけわかんない。8番のプレイヤーは発言してください。いさい何みんなが言った通りって7番さん。うん、いや、5番さん帰りるとだからいいけど、俺の叩き行くとよ。 7番が1番に白を出してることから1番に白を出れるから6番ってする理由になるでしょだから76はないなっていう理由の説明だったんだけど,ど76のロールはないなっていうねいやグレズミいいじゃないですかねうんまだ、あ、視点9番にねあの7番が行ってくって言ってるからね もう黒打たれたたれらら困ると思うんだっ2番さんって陣害落としたいって言いながら一力の切さほぼしてからなかったけど1番のことを初周で気になるって言いながら6番が出てきたことから1番って、うん、やっぱ偽ってならなかったのかなと思う。なんか安直に6番って言ってたけど2番全然白くなかったようん進行論違うじゃん陣害落としたいんじゃないの っって思ったけどうん、まあ、3番さんに関してはそうだね。3番さんはまあんま白かったかな。うん、もっとも。うんまあ、これで76だったらちょっと、まあ、きついかなと思ってるけど。うん、俺は1番の方がやっぱ2世で強靭目に見えてるから。うん。グレー詰めていいと思うよ。4番なんかちょっと若干ふわついてるけど。うん。そうだな。 7番が押してる9番はまあないと思うから、うん、俺は2か4のどっちかじゃないかなって思ってるかなはいですね以上です投票を始めてください <laughs> ありえんオラじゃないべ 9番。発言。選ばれました。八分。九番。のプレイヤーは。発言してください。さいはい、お疲れ様です。いや、村の進行がグレー釣りになるんだったら。自分初周一番手の発言って、かなり不利な状況になるっていうことだけは理解してほしかったかなと思っているんだけど。 えっとね。何例の映ってグレーのセサ深めようとかっていう意見はないんですかねそんなに逆に言うんだったら6番さんの芯がそんなに高かった。1番さんの偽要素と6番さんの芯要素をそれぞれ上げてくれないと困るんだけど。明日も決め打ちですよ。<laughs> どう進行を取るのかなってすごい楽しみにしてますよ。面白で勝てるえっと。 別に6番さんから釣って1番さんがどういう結果を出そうが1番さんを釣るし、えっと、その間にグレーの精査、占いの精査ってしっかりやれば勝てるんじゃないですかねって思うんだけど、なんでそんなに皆さん行き急いでんのかなって単純に思うんですよ。でも釣られた自分が悪いのは悪いと思うんだけど、えっと、いやもう自分は対抗軸も4番さんしかないから4番さんに投票しただけだよ別に4番さんが人会かどうかなんて知らんけど、 それも踏まえて、えっ、ー、と、例の釣ってる間に、グレー精査、占い精査するべきじゃないかなって思うんだけどね。まあ、例のの精査より占いの真偽、しっかりつけた方がいいかなと思ってるんで、頑張ってくださいとだけ言っときます。以上です。夜が来ました。目を閉じてください。 人狼は目を開けてください。をさい人狼は人を殺して,殺してください。これはこしますか？いや普通に四勝で勝てると思いますよ。四白<代>？うん。俺はもう肉籠で押すけど。まあ手塗りは七に黒っていう。八の。七に肉籠っう。まあまあ任せます。<laughs> 不自然だけどなそれ。<laughs> 朝が来ました昨夜死んだのは5番6番のプレイヤーは発言してください9番オカミでしたまあ結構簡単だったんじゃないかな今回というわけで78ロラで終わり1強人確定だから まあ、というわけでどっちからでもいいんだけど、まあ、7球でライン切ってるっていう線も、お、村ではおってほしい。8で終わんなかった場合。まあ、基本的には東コー度から8球かなとは思ってるんだけど、8で終わんなかった場合でも7球ってのは一応、まあ、ないと思うけどな、多分七7番。まあ、さすがに22陣形だからな。22陣形だったらライン切るっすよっ二22陣形だとよく見るんだけど、22陣形だからまあないかなと思ってるけど、8で終わんなかった場合、俺視点って7級確定だから7番つってもらえないと勝てないから、まあ、ちゃんと7番つってねって感じかな。 ただまあ現状だとまあムーブ的にはまあどうだろうあ,あでもね89だったら場合って一つ思うのは8番って2番入れてるから俺が49ラン提示してるから4と9にしか票集まんないかなとは思ったから89だった場合って4投票するのかなってちょっと思う部分もあるからもしかしたら79もあるかなって思ってるぐらいかな現状はねまあただ79よりは89の方がまあ7が9投票してることからまあ見やすいっちゃ見やすいからまあ 8から行こうかなって現状を持ってるかなってぐらいかな、現状は。はい。まあそんなところかな。はい。まあ結構簡単だったかなって感じ。まあ4と9だったら、まあどっちにしようかなとは思ったんだけど、うーん、まあなんか、2種目に関してはなんか7番の方がちゃんと釣り位置明示してたって8番はなんか6、7とかちょっと2種目に関しておってたから、まあ7の釣りたいところに合わせようかなと思った。4と9に関しては正直あんまり精査はついてなかったけど、まあ7の,7の意見に合わせたって感じかな。2種目に関しては7の方がちゃんと。 まあしっかりしてるかなと思ったからそんぐらいですかね、はい、まあ僕視点ってとりあえず七八ロラで勝ちですはいそんぐらいです以上まあ今日は、まあ、一応発言切ってる今日はまあ八からでいいかなと思ってるけどまあ八番が辛だったらごめんねでもその後七番つっ,ったら勝てるから以上七番のプレイヤーは発言してください。 はい。今後はもう霊能者の話は一切いらないと思ってますね。昨日グレー詰めしてる時点で、え霊能心境と置いてる信仰なので、えっ、ー、と、特にその結果とか、その発言内容については触れなくていいかなと思ってます。4を占った理由としては、えっ、ー、と、まあ、単純に4が気になってた。えー、昨日も言った通り、えっ、ー、と、情報を連れて6から行きたいという発言が意味わかんなかったのと、 あとあれですね。えっと、3が2ずりでいいって話をしてたって曲解してたけど、3は2の共通占いでいいよって話だったと思うんだけど、そうだよね。統一占いでいいって話だったよね。曲解してたから4を占いました。で、それから8番さんからのラインも見えるかなってところですね。4はふわついてるって言って24どっちかっておばらきさせようとしてた感じがしたから、9つって4占いからだとうかなって思ってましたね。8番さんに関しては、 あ今日はね、えっと、7、8の欄ですね。8番さんに行ってくださいね。えー、っと、8番さんに関してはもうみ、説明するのも馬鹿らしいけど、7、6がないから1から行きたいみたいなんです意味わかんないですよね。かぶせてるのはあなたの方でしょって感じそれを、あ私,がまあ、私が言うのもおかしいな。納得できましたかって感じですね。それから、えっと、最初ねさ、9行けばいい。 っていう話をしてて、結局2は白くなかった。4はふわついてるって言って、まあ、2、4のどっちかにあの投票をずらそうとしてたのかなってとこで、まあ、9に投票しましたね。それぐらいしか発言更新がないからな。8行ってくださいって感じかな。うん、そうですね。8が一えっと、七六 の話とかちょっと振り返ってしい,ってください8番のプレイヤーは発言してください。まあ、村下6番のシーンを決めるってるんだったら、まあ、占いでいいけど、うん、俺が村支店だったら確実に6番を今日落として、うん、明日の結果聞くべきだと思うけどね。うん、8から行くって言うんだったら飲めないかな。7番が9番に。 村に合わせて投票してるとこから7番って俺、ローで置いてるから9番で落ちてないと思ってるし俺を偽だと思ってもう俺の占い結果いらないと思うんだったら俺に投票すればいいけどあの9番で落ちてない場合負けるからね俺は6番落とすべきだと思う今日は を落とすべ7番がなんかバカらしいとか言ってるけどいや俺の視点だったらそうなるんだけど僕に手つけないでしょ、うん、かぶせてるのはあなたでしょって言われてるけど7が1番に出してるところから俺かぶせてるなって言ってないしね、うん、7番が1番に出してるところから76はないんじゃないかなって、うん、安直に言ってただけね 何霊能心境だから、霊能目標は詰めないって。霊能結果、パンダだから。6番が死んだったら、7番詰めたら終わるけど。うんはい、今日は俺6番に投票しますね。もう一回、占い結果を出させてください。以上です。 のプレイヤーは発言してくださいまず、真のレーダー氏からのお願いです。6番さんを切ってください。私、目線7、8の真偽なんて 1GM でもついていません。6番さん目線9連れて、クローカー連れてますよね。今日、バランスずりしてください。村目線のメールハートです。決め打ち、明日にしましょう。<laughs> や<ば>明日まで伸ばしましょう。お願いします。や<ば>本当にお願いします。私が芯取れてないのはマジで申し訳ないけど、村目線、今日決め打ちする朝決め打った方がいいでしょ。 頭まで精査できるんだから。だからお願いやから今日は6を釣ってほしい。8番さんに言っていくと、それじゃあ、あんたがシーンやったときに、7番さんにも殴り負けてるからってか、シーンとしてちゃんとグレーも殴らんといかんと思うよ。だからほんまにちょっと精査しづらいからやめてほしいなと思った。で、そこが8番さんの偽っぽいなと思ったところだから7番さんの偽っぽいなと思ったところは、私48のラインなんて1ミリも感じなかったんですけど。って思ったかな。 4番さんと8番さんってライン見えたかな私そこ分からへんかったな。4番さんはそこで、4番さんはそこってか、7番、それやったら私は7番さんが、9番さんを、何私、9番さんの黒要素がまずめちゃくちゃ薄かったのに、4番さんの方を、9番さんよりも4番さんの方が殴ってたように私は7番さんを感じたから、スり位置を9番さんに持ってたところの方が違和感やんやけどって思った。それやったら4番の方が感じたな。 ただその2つの7八の審議がほんまにつかないから明日の結果を見たい。初日グレーを写ったが9番さん白なんですよ。でも6番さん目線黒出てるんだから別に6番さんつってもいいよね。6番さんつってほしい。お<番>願いしたい。なあ本当にお願いします。6番さんつって明日審議つけさせてください。お願いします。2番 のプレイヤーは発言してください,ださいはいそうですねもうどっちかっていったら7番さんの言ってることが違和感だったけどね9で黒が落ちてるっていうふうに確信してんの6の芯が分かってんのって思ったけどね6つって2四クロス占いでまあ3番さんっていうのは村から白詞されてるんだったら2四が白隠した時点で6が芯だったのかなっていう精査になるのは分かるんだけど今日の時点で。 そういう風になるっていうのは、6の強が透けて、9の村が知ってて、6が狂人だって分かったっていう、7番さんロー、74ローロー、もしくは73ローローに見えてしまうんだが、6狂人の。だから8番さんの言ってることの方が、今日に関しては全然村っぽいなと思いましたね。6つって、クロスでいいんじゃないのって思ったからね。 ただ、一番さんがすごい懇願してるんだよね。調教済みみたいな感じで懇願してましたよね。なんか、あれはあれで強人っぽく見えた。って考えたときに、どうしても真の6を釣りたい一番強人戦っていうのもあって、そのときでは9が落ちてるんじゃないで、8、9、ローとかなんじゃないっていうふうにも見えるから、うん。まあ、安定進行って言ったら6からでいいと思うけどね。はい。 3番さんは白紙されてるけど俺狩りだと思ったからね昨日9番さん一方指定でしょ狩り出さないでその視点って狩りでしかないから何かおかしいなと思ってるけどね,けどね5番さんが狩りだって言われたら4番さんも客観視点なんだよね3番は2周目どうすんのかなとか人外っぽいなっていうふうに思ってるのは4番なんだけどねだからどっちか って言ったらまあ3番も臭いんだけど74ローローか89ローローの2択かなっていう感じはしてる3番のプレイヤーは発言者1人はいはいえっとね今日はね7次かなまあ9で、まあ、7視点って8 9 1っていう5さだから、まあ、7番が自分が死んでもね8番釣ってもらえばいいかなって思ってるから7番死てで1番強陣まあ8番9番 狼だから、まあ、7番は地図に飲んでもらって、明日8つってくださいぐらいでいいかなと思ってるから、今日は7投票でいいかな。1番がどっちの結果出すか分かんないけど、6番を確実に白しか出さないから、1番が7番8番を。し、隠し色になったら負けかなって思ってるけど、2番白なったよねって、9番のサインより白くなかったいや、やっちまった感あるけど、これはこれで面白いでしょう。 って思ってるから、今日7番行って、8番が3番にか4番占えば、8番視点の黒い位置も確定する。7番視点は8、9、オ狼カミ、1、人。確定してるでしょほぼ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 ね。ほぼほぼね。だから、今日は7で、7でいいんじゃないはい、1、6の精査を深めよう。どうでしょう ?2、ね、番さ。いいでしょうこの進行。楽しくない,い,いなんか2、2番目でさ、はい、連の釣りぎり。はい、気持ち っていうね、9番さんのあのね、単純な思考、楽しくないんで、今日は7ずり。7ずりで8番が3番に黒を打つのか、4番に黒を打つのか、これは見ものなんじゃないですか。だから、1番視点って6、7狼、6、8狼って、強靭1だったら3番になると思うけど、それが存在しないと思うから、6番ってほぼほぼ強靭だと思うよね。1視点だったね。で、った時って、7番、8番で狼で、 前方は考察しないといけないね。で、9番が素人だったんだから、そこを考えないといけないから、今日7投票、1番、7投票頼むよ。俺は6の写真だと思うけど。4番のプレイヤーは発言してください。6ずり一択でしょ。6ずり一択でしょ。意味がわかんないんだけど、6ずりを言わない人は。 意味が分かんないで3番がなんかずっと白押しされてるけど3番の動画白いのってのを1周目から思ってるんだけど2番さんが俺に対して客観視点って言ってるのは俺が客観視点に立ってるのは3番に対してのみだからね2番さんに関しては主観視点で結構言ってると思うんだけどただ2番の今日の,あの考察はめちゃくちゃ白いなと思った、うん、っ俺も8番が白いなって思ったあそこでちゃんと6ずいていてい言える7番が <laughs> と7番が9の黒を確信してるっていう指摘も俺も思ったとおりだから俺結構73じゃないかなと思ってるけどね。3番目線ってじゃあ録画シーンだった時って6シーン7シーンだった時って7つったら8の占い結果も何もなく PP だよっていうところ3番おかしくない普通に 1, 週1日目からどこが白いのって思うんだけど9番の方が1日目から白だったんだけど。 なんで急移りなのって思ったけどね普通に、一日目。これ勝てるかな ?9 番のがい位ンもロやんかったけどな。あ2番が、3番が村から白布されてるから、俺、俺がラストウルフかなみたいな発言は結構どうなのかと思ったけどな。ななまあ、3番の方がやっぱおかしいわ。 昨日の2の4投票っていうのもなんか白いかなと思っちゃったな。俺に殴られてシンプルに俺を怪しんできた村なのかなと思ったけど、まあ、明日売らない結果で見ればいいんじゃないのって思うけどね。今日6ずり一択でしょ。意味がわからないあー。6ずりを言えなかったら73は普通に意味がわからない。6いきます。投票を始めてください。釣られた方が丸いかな。 ほじゃないべ6番のプレイヤーは発言してください。 いや、っていうかさ、ああ、だから俺は7に入れたよ。な、ま、ん、あ、でかっていうと7の票が表集まりそうかなと村の話を聞いてて思ったからって感じ。いや、まず、まず、いや、まず4番、え、だからまずね、2、3、4は村角で一番強靭確定ね。まず盤面を一応整理するけど。 まあ、7も8もお互いで合ってるんだけど、だからどっちが進化って正直わからないんだけど、この投票だけ見ると。あでも俺視点って、俺視点って要するに今日俺釣られた場合って、明日7、8の決め打ちをミスったら負けなんだよ。どっちが進化わかんないから。まあ、7か8どっちかが黒結果をグレーに落とした場合っていうのは審議つくけど、ね、俺視点って9で狼確定で落ちてるから、2、3、4全部村だから、スムラだから、それは審議つくけど、どっちも白白結果場合出した場合って、審議わかんないからね。そこだけ一応言っとくけど。そこちゃんと考えてる。はい。 今日七つってください。七番を釣ってほしい。はい 7番を釣って、で、終わんなかった場合って8番狼確定だから、89狼確定だから8番を釣ればいいだけ。で、7釣って終わった場合って79陣道確定っていう視点だから。え、てか、1番の視点ってめちゃくちゃおかしいと思うのは、1視点って別に俺釣る必要性ってそんななくないだって占い審議つかないから6釣って欲しい、6釣って欲しいって言うけどさ、1番視点って74陣道っていうのむしろ考察の中でおってて、1番ってだって一瞬、いや僕、1番の発言一応対抗だからちゃんと聞いてるんだけど、1番さんって割かし初週からずっと7をどっちかっていうと2世軸で考察して、今日に関しても74陣道を見てるから、どっちか っていうと7投票が丸いと思うんだけど、1視点って。1視点は7投票できると思うけど、俺投票する意味が分からないから、1番の強靭って結構決めてると思うんだけど。言ってること分かるかなだから、シンプルに8番を、8番じゃないごめん、間違えた。7番を今日は釣ってもらって、もし終わんなかった場合っていうのは8を釣ってくれればそれでいいわけよ。分かるかな言ってること。まあ 7番、まあでも一応7番の一応用語だけしとくと真かどうかわかんないから7番って一応別に7点で別に8つりは別にできると思うけどだって別に7点って8つってもらえば俺が真であっても偽だっても PP はないから、まあなって別にそんな出現はしてなかった気はするけどただ7と8の真偽は本当にわかんないからとりあえず今日7つってとだけ言っとく7番のプレイヤーは発言してくださいてか何だろう あの私は9のオ,オカメ確信してるってよりは1の興味が高いなって思ったっていう話を昨日の段階でしたと思うんだけどね9あの1ってのはわけのわからん理由で9のこと村っぽいって言ったのこれ覚えてますか ?9 の、えっと、指摘がなんか村っぽいって言っておきながら結局なんか、えっと、2から5への精査はんかよくわかんないわかんないわかんないだったんだよしっくりこなかったから、えっと、1が強靭だと思ったのよね。 すと思ったでその軸で考えるんだったら6を釣る必要なくないだってさ村のさ信仰としてはさ割とさ1の強目が高いからグレーに手出したんじゃないので進行信仰で行くんだったら霊能にもう手をかける必要なくないって思いませんでしたかねだから私はあくまで1日目の村の信仰に従っただけだし、ね、今6番さん自身も言ってたけど私目線8釣るっていう信仰は あの間違いじゃないしまあ6の方がんだと思ってるから無駄なだなと思ってるから8つって色見てもらってっていう方がいいんじゃないと思ったけどね。え色見てっていうかだんだろうね、まあ、9の九のカ別に確信してるわけではないんだよね。えー、でえー、っとなんだっけなんだっけんだっけんだっけ。なんだっけ なんか、7が村に合わせて9投票って言ったけど、割とさ、私、私目線、私目線さ、あのー、えっとあ、ちょっと待って。あやばい頭が真ん中になってきた。えっと、私が9釣りに行ったと思いますけどね、どっちかっていうと。私が村に合わせたってよりは。投票を始めてください。あやべ、また、ちょっと頭真ん中になってきちゃった。 うん、7番のプレイヤーが選ばれました7番のプレイヤーは発言してくださいごめんめっちゃフラはしゃった えっとね、ちょっと発言の順、発言のせ優先順位の付け方がおかしかったんだけど、まあ2番の言ってることはね、まあ分からなくない。村、村目線で6を釣るべきっていう発言は分からなくないと思った。うん。僕は黒出してるから安定進行って話でしょ。うん、だからまあ分からなくないし、3はやっぱ1日目から白いって思ってるから、 やっぱ八9ローローなんじゃないかなって思ってますね。うーん。まあ、九九の遺言って、白かった。なんか、特にメモしたない,いんだけど、なんか、誰がどうみたいな、なんか、一周目だからさ、なんか、きつくねみたいな話しかしてなかったと思うんだけど。いや、あの、一発言順が一番だから、仕方なくねみたいな話しかしてなかったと思うから。 なんかそれは白い要素とは少なくとも取れないと思ってて。で、かつ、q ンって、私が、えっと、1に突っかかってるところを殴ってて違和感っていう発言をしてたんだよね。でもそれって、それが成立するときって昨日も言ったけど、17がローローのときじゃん。だから、えっと、Q の言ってることはマジで意味不明で、で、釣る、 場所としても妥当だと思うんだよね。ところかなと、えっ、ー、と、まあ、結局初の発言思い出すとしないけど、76、ロ々がないからな、ない、なんか1、今日やらっていう話と、あと、えっ、ー、と、あ、そうそう、村ってさ、6のシーンを決めるってくれて言ったわけじゃなくて、新居だと思って言ったわけでしょ。夜が来ました。 目を閉じてください。やめない。ダメだ、ポンコすぎる。あ <laughs> あ。 急に決選投票で急になんかもう頭ふわふわして <laughs> ああポンコツだ。 で占い出てるときなんかわけわからなくなっちゃうんだけど。た昨夜死んだのは8番。えっ終わった。1番のプレイヤーは発言してください。めっちゃラッキー。<laughs> で6番さん、どこを苦労張するんですかね まあできないんですね。6番さんの偽が確定しました。めちゃくちゃラッキーな紙。ありがとうございます。<laughs> やったー !7 番さんが黒でしたで。ここで2番三角白ですね。じゃあ3、4どっちかかな。6番さんがオカミとはやっぱ思えないし。<3? S 1> 6、7の口からもあったが。ええー、!6 番さんがオカミで出るとき、七番さんはちょっとしかないから。ななまあじゃあ、まあ、その時八8番さんはええ方しかないと思うから、8番さん白やし。 もう六、ね、<laughs> 番さんっつって最終日いきますか私それやったら4の方が黒かなって思うよ。これはえっ、ー、と3番さんが白いわけじゃなくて3番さんが7八ともにラインがないってだけかな。うん。えー、<laughs> めっちゃありがたいな。嬉しい。6番さんつってもいいがこのーうーん。 8の占いが4クラスだったら負ける。負ける。意味はわからないけども。48のラでいいじゃない。うん。そうそう。3番さんっで白要素があるわけじゃなくて、精査不能なんですよね。これで4番さん負けたら可哀想か。どうかな、4番さん。一紙でよかったでしょ。昨日は。いやー、全然ごめんなさい。何もう考えられないんですけど、八番さんの結果が落ちると思っていたから。 まそれか苦味。六番さんを釣ってあたさんを殴ってもらうか。ただただ私のフィーリングですが四番さんに行くかですね。まあ、昨日七番さん釣った理由っていうのは六七に。八番さん行くべきじゃないって言われたからじゃあ占い失礼ました。その八四のランの方がマシでしょう。のプレイヤーは発言してください。さいそうですね。一番さんの進行は危険だな。七 <laughs> 番さんがじゃ死んだったら PP だよ六強陣だから。九が白なんでしょう。 その状態で6を釣りさなめて7行くって、絶対にせやんと思ったんだけど、8が噛まれたからびっくりしたよ。あ、そう。一番三振、6強人。まあ、6強人か6ローもあるけどね。7、6ロー。まあ、6番3つって3、4精査でいいと思ってるけど、もう6つっても俺は3人しか行かないけどね。え <laughs> 三番さんが狩りを出さないで9一本してしてるのもおかしいし結局9は村ってことだと <laughs> あれあ,れ,あれ,れ勝つのかこれで四番さんが昨日6いけるっていうのもあの白いと思いましたよで番さんが7いける理由っていうのが全くないから多分37のライン切りなんだなっていうふうに聞いてたけどね <laughs> <れ>はいはいだから6つって <laughs> あれあれすいませんすみませんちょっとごめんなさんあ,あれあれ三番 あんなに言ってんのマジで <laughs> あの4番と2番がな6番いくっつってんのにさで俺が狼で3 7狼で6番強陣つけてて6番釣りに行かずに6番破綻させて意味わからないんだけど2番わかってるマジで <laughs> 大丈夫ね 7番って結局さ、9番が黒、8番、9番、狼、1番強靭にしてて、6番に8番の色見てもらえばいいじゃんって言ってるけど、6番してんだったら8番で終わるんだけど、終わらなかったら7、二世なんだけど、その時点でもう7番も終わってんだけど、発言が。それで70にっててね、二、まあ、本のやべえのってるけど。る。同じ説明しちゃったマジで。みんな7投票でいいのって思ってるけどね。昨日も同じこと言ったよな、色見てもらって,って。いや、チキリ進行ずっとやってんなって思ってるから、今日読んで終わりや。6番がもう、 もうな言うことないじゃん、かわいそうに。呼んでおらんかったら6クローで終わり、76クローで終わり、1C の世界を追って9を釣ってんだから、一番良かったねって感じだね。2番何言ってんのかなと思ってるけど。37号見て、そんなにしなくね何言ってんの、マジ。聞くわ、マジ。こっちも。聞いてるこっちが引くわ、マジで。自分がさ、人外表になってるの気づいた方がいいよ、マジで。昨日6投票してるし。7投票してるのが村だろう。 普通に考えて、1、3、8だぞ。わかるか、2番。1番進確定8番進確定7番が黒、6番が狂人か、人外確定でしょ。わかるでしょ。さすがにこれでさ、7、4、6って見えない方がやばいと思ってるからね。2番さ、今日読んで終わろうよ。終わると思うよ。終わんなかったら6番狼で終わりなんだから。俺が狂人、6番狼、6、7狼、3狂人以外って負けすぎないからね。わかる 6いって3とかクソザゴ進行取らないでください4いって終わりましょう<ー>って4番のプレイヤーは発言してください,ださい今日5いくのってあのただの延命措置でしかないと思うから今日43の決め打ちでいいと思いますよ、うん、5番さんに関してはどちらをご主人様と見てるんでしょうねって感じですね3番の昨日の7投票はどう考えてもおかしいと思いますよ普通にで今日の8紙でしょ 今日の布石を打ってたとしか普通に思えないんですけどね逆,逆だけどね。8をかんで3を3に投票してましたね。3黒のところで新聞を取りに来てるっていうところで俺正直やられたなと思ったけど2番さんがその考察を残してしたね普通に。うん昨日の6投票に行けないのは相当おかしいと思いますけどね。それは3番さん目線も八8を死んで決め打つっていうところでしかないと思うんだけど。 ああや7が真だった場合って PP ですよ、3番目線。3番っていうのは普通に分かってて、ここの盤面まで想定していってたんだろうなっていうのが、ここに来て分かりましたね。さすがにね、<laughs> なんか、三番はこの村やばいでしょみたいなの言ってるけど、うん、これで3番に行けない村の方が相当やばいです。れ勝てるのか <laughs> ?6 もさ、3人入れるでしょ大丈夫かなと思うんだけどね、5の投票が気になっちゃうから、 確かに。本当投票が気になっちゃうからワンチャン5落としとくっていうのもいいのか。5じゃないの、ね、1>, ?1 回5落としときますかなんか5が、なんかよからぬことをするかもしれないんで。1、一2がちゃんと分かってくれるんだったらいいんですけど。1回、1回目しときますか ?5 いっときましょう。5いっときましょう。一二番さん。5いって、もう1回3、4の話聞きましょう。5落として。6番のプレイヤーは オオカミがこういうムーブしたいって言うなら別にまあしょうがないけど俺神権限ないしいや普通に二神で勝てたと思うけどどっちオオカミか知らないけど <laughs> 二神で勝てたと思うよいやーえこの神さんのどっちなんだろうなんかなーどっちなんだろうな いやあんまりわかんないんだよな正直まあ9番にじゃあ9番は村だと思ったよなんでかって言ったら投票コードですけど7が9投票してるし8級だったら、まあ、俺が8級の否定要素自分で言っちゃったんだけど8級だったらね多分ね4じゃなくて222に,にはいかないと思うんだよね多分4投票すると思うんだよね8番自身がまあそれいう理由で9番黒グボンって打ってみたけど意外とうまくいったなと思って まあ美味しかったですね個人的にはまあ私つってどうぞ投票を始めてくださいまあいやでもこれが狼要素取られそうだけどな一旦六行くのは強靭目線どっちが狼かわかんないっていう視点で行くんだったら六番のプレイヤーが選ばれました 6番のプレイヤーは発言してください。うーん、どっちなんだろうね。でもなんかどっちも黒いんだよね。まずどっちもさ、あの、あの、一応そのなんだ <laughs>、どっちも一応その釣り順がまずおかしいんだけど、盤面的にまず僕の狼を追うんだったら、強人ケアしなきゃいけないから PP として671を追うんだったら、まあ、釣り順がおかしいかなとはちょっと思うけど、まあ、俺の狼を一切追わないんだったら、そもそも34なんでいいんだけどね。っていうぐらいかな。まあ、どっちも変だなと思ったのは。 はいまあ任せます夜が来ました目を閉じてください <music> <music> いや三上はさすがにしないでしょ なんかみなしが正解だなうんさすがに3回目はしないでしょいもねかまない方がいい4人残ったらねもう脳してかみなしでいいと思う もうなんか、ワキわキわな考察されるから、か紙考察されるから。朝が来ました。1>, あ1噛んだらね、2はね、1が噛まれたら、ああ噛みなしだったな。一番。うわーこれ逆考察するんだね、2番が。2>, 2番。 のプレイヤーは,は発言してください。さいはいこれは問題ですね。2を噛まないで1を噛んだ。マメプですね、これは。これは絶対見つけないといけないですね。どう考えても苦味だろう。3番さんはね、なんで7の方が偽だと思ったかっていうのを言ってほしいからな、なか俺は発言で言ってるんだけど、7番さんって6の狂人が透けた。 急に黒を打ってる6の強人が透けたからおかしいとその上で6の方が釣っとくべき存在黒を出してるからねだから3番目線も別に7が黒く見えてても6を釣っていい場面なのにいい発言なぜ7に行ったのか質問だっていうとこですかねその発言をもう一回しなきゃいけない,ーーい、ね、4番さんについては6に行けるというのは白く見てるけどもうん 結構把握漏れをしてるよね、4番さんは。初順から話を聞いてなかったよね。俺が7と8どっちで死んでみたかっていうのも聞いてなかったよね。逆だったよね。それをローでやるのかって言われるとちょっと微妙だけど、3番さんに乗ってるのかなでも乗ってるわけじゃないか。3番さんって9番さんを釣りをして4番さんは9を白いっつってたから、乗ってはないけど把握漏れをしてるっていう状態の人だよね。よくわからんな。 今のところはサンマーさんが7を釣りをしてるのが不自然でしかないと思ってるから、サンマーさんなのかなと思ってるけど、まあさっき言ったことを聞かせてほしいから。逆考察なかったか。ちなみにサンマーさん目線で4がローなんでしょう。うん、俺初日に4入れてるし、2千の6を釣ってるし、間違った投票は3番目線でもしてないはずなんだけどな。<laughs> いや、これ成功なのか。3番。2>, 2はかばわれるわけないんだよな。ーー発言してください。 三七狼だった場合ってさ、わざわざ八カムなくてさ、え、ログ釣りをせばよくないえ、なんでわざわざその遠回りしてさ、七番残さず、相方残さずに、六番の狂人がつけてて、七番の偽要素というか七番だけ釣りをして、七番釣って、あ<ー>まあ、一の芯もあるかもしれないって言って8かも、八カム。出さしん？え、ええ、マジで言ってる二番。<laughs> 7番の偽要素って、偽要素というか、俺は7番釣り持ってった理由として、7番線って8、9、1、人外しか考察落ちてないじゃん。えっと、1週目の2週、あ1日目の2周目で、2番と3番白起き、4番か9番、で、9番釣り入ってから4番占った、4番白でしたって言ったときに、 で、8級狼1級で6番神って考察だったから、7番視点ってもうジが1匹落ちてて、人狼がね。では7番視点でほぼ仕事終わってる考察なわけよ。だから7番の色結果ってもういらないじゃん。2番の黒すらないも別に俺していらないと思ってるし、2番が白だと思ってるから、7番って結局8級の手しかないからいらないじゃん。 だから7つっていい。で、8番が3番と4番の色を落とした時点で、で8番が3番に黒を打ったら8番が偽だった。で、6番がどうなるって、考察上俺ら視線が落としやすいから7つった方が俺は色が落ちると思ってるよ。だから7つったんだけど。1番の芯を追うための7釣りじゃね。9番釣りも。 で一番の発言で、誰もシンも終えてなかったと思うけど、隠しろだから1釣れないじゃん。だから9ずり、7ずりってやって、結局8噛んでるから一番シン確定よ。こんなめちゃくちゃのクソ遠回りなことして、わざわざ1シの追うのを9ずり7ずりだからね。わかる発言だったら6のがシンは圧倒的にあったよ。けど、占いだったら7のが2世だった。以上です。4番い。どうやって勝つんだろう、さら。 2番を3番のアンサーで2番さんが納得したっていうんだったら結構もう負けてしゃあないかなって思うレベルのアンサーだったと思うんだけど3番目線っていうのはあの日7 8の決め打ちなんですよ3番目線どっちかが真だった場合に7が真だった場合にもう PP ですよ3番っていうのは7番がいらないかなとかいう発言って7 8の精査がついてないっていう発言だよねうんそれ2番のアンサーに全くなってないと思いますけどね <laughs> 話のそらし方が上手だな4番3番って1周目からおかしいんだよ2の振り方についてもそうだし、うん、3番2週 1, 1日目の2周目も狩りが出てない状況で9ずりにグレーに行くとか5が狩りで出たから結局グレーずりでよかったんだけどこの位置でグレーずりなんか絶対言えないんだよ <laughs> でいや3番が8カムの遠回りとか言ってるけど全然遠回りじゃないからね 7がめちゃくちゃ黒かったから遺言で。普通に8にい芯決め打たれる可能性が高いところから4、3どっちか占えば結果が出るっていう話なんじゃないさすがに3番いってほしいですね、これは。これで負けたらちょっとショックやな。あで、2番さんが把握漏れの話でアンサーしてほしいって話したけど、俺、それちゃんと把握漏れだったら申し訳ないけど、7。 7の振れ方がおかしいで7に対して進化かニかって言ってたけどその振れ方が違和感だったなとこで俺は2をずっと叩いてたんだけどマシンだったか白だったか申し訳ないってい感じかなさあってほしいですねこれはさすがにこれは分かってほしいかな今の3番のアンサーで2番さんが納得できたんだったら相当きっと 2>, 2を味方につけるっていうビジョンで,ョンで3の絵の黒のリットルや2を味方につけれるっていうシーンがあったのかなだとしたらすごいな これ決戦になったらちょっときつそうだけどね。あはははいやーめっちゃ正論返ってくるぞ、これんから <laughs>。3番のプレイヤーは発言してください。発言してください。うーん、しゃることないかな。はい。別に負けたら負けたで、しかつないんじゃない はい。って思ってるんで。<お>ああ、じゃあ C って言うならばだよ。2番さんが6番に行ったの白いって言ってるけど、何が白いのか理解不能なんだけど、16新居を78進路で置いてたでしょそれで67狼、68狼って成立しないでしょ ?6 番釣りに行ってるの白い理由が意味わかんないんだけど、6番破綻してて、6番行ったから白い。 6番強陣で4番黒。正解じゃね。何言ってんのって思ったはい。まあそれぐらい,いいです。6番行ったから白いって言ったのはちょっとまあ諦めましたね。はい、以上です。お疲れ様でした。まあ早く投票してください。諦めてくれた。四番のーー。これは勝てるかも。発言してください。いやあそこ6一択だからだから。6を釣れば7八が色を出せて、それで考察ができるんですよ。3番さん。あそこ6一択なんですよ。 6, 6目線っていうのは9で人狼落ちてるから6をつっとけば絶対に PP が起きないところが占いに行った時っていうのはしあの決め打ちでやらなきゃいけないよね78の色を落とした方が確実に情報が落ちて村としては精査しやすいでしょっていうところであそこで6行ってないのは村じゃない、ね、村目線じゃないんですよ普通に、うん、そこを2番があの,あの日に言ったから俺は2番がめちゃくちゃ白くなったっていうことを言った 2番ずっと叩いてたけどそこを6あそこで6ずりに行くっていう82が白いっていうことを俺は明確に残したはずで大丈夫だよね2番さんあそこは6一択なんで普通に, <laughs> <別>になんで情報がないとこ <laughs> れで78裏要素でもなんでもないんだよな、ね、それは別に意味が分かんないそれの6を釣って78に色を出させてから78を決めるって方が絶対強いんじゃないのって思いますけどね たまたま7がローだったから6が破綻してこういう盤面になってるんだけどあそこの盤面では6の破綻なんか誰もわかりません3番さん大丈夫ですか2番さんは全然おかしくないですよ <laughs> いや3はねマジ 1>, <あ>1つも間違えたこと言、ね、し,したはい3いってください投票を始めてください 3行きそうだな3番のプレイヤーが選ばれました <laughs> すごいわゲーム終了人道の勝ちですよう勝ったなえすげえな頭がたい <laughs> さん、ありがとうございます。う <laughs> ん<ー>。あいえいえ、なんとか危なかったですね。あれってさいや、3番さんに黒塗りできそうだったからって感じなんですかそれとも2番さんを味方につけられそうだったからって感じだったんですかねいやー、普通に6塗りで7番さんが遺言で黒すぎたから8噛むしかないなってなった。<laughs> ああ。 その三分七の狼って整理しなくない。いや、多頭硬すぎんかな。ちょっとい、もん。けど。三番さんの狼の否定するのは、私後で考えてちょっと出てきたけど。多分もう3、三四の発言では、多分四番さんが殴り勝ってたから、二番さんは四番さんに入れたんじゃないかな。四番さんを勝たせたんじゃないかな。違う。まあ、進行的に言っても4、四、四番さんの言ってることが正しいと思ったからね。 いや何が正しいの ?6 番って強人で16神教だからグレ,ズレ <laughs> グレーズリって言ってんだよ。6番の黒をうんだったらそもそもグレーズリなんかしないから、16神教で置いてるからグレーズリって言ってんだから、6番強人で4番黒のは正解だから、6番言ったから何が白いか理解不能なんだけどこら、こっちは。はい。え、6番は強人だとしてつってるよ。だったら6番投票したから白いって意味わかって。<laughs> なん 最終日まで行けるっていう安定進行を取れるのが村の行動やっていう主張じゃないんですかね。え、っていうかだってさ、6番が強人で3番狼にしか負けすぎないでしょ。で、4番の黒い嘘って別に上げていたわけでさ、7番釣りに行って3番7番狼6番強人で全く意味なくない。3番が7番8番のランにして8番釣り押すことできたのにわざわざ、まあ9番村っぽいよね。じゃあ7瀬でいいんじゃないっていう意味なくない ?37 狼で。 な俺が負けたのは申し訳ないけど、あんなオかみはないと思うわ。意味はなくてもやり得るから、4番<う>の黒い要素を上げるべきかな。<laughs> 攻められてるんだけど、ね。4番の黒要素ってグレザリー言ってるチェーンでさ、7八の審議さえつければ勝てる盤面なわけじゃん。 7八が8番シだったわけでしょ、うん、だったときって8番が見入らなかったら8番が3と4占えば結果はわかるわけよ。だから7りってのが強くない結果8番噛まれてるから3番黒を追ってる2番さんの,の思考回路しっ間違えて普通に8番が残ってた場合8番が3黒か4黒でた <laughs> んでしょその場面のが強かったでしょ普通に。え、ね、<の>7八の精査で7に行った理由は何だったの だから言ったじゃん。7視点で8、9、狼オカ1、人で終わってて、6番が8番の色見てって言ってんだから、もう聞いてる俺の話。だから7視点でもう仕事終わってんじゃん、ほぼ。2、3、村置きしてて、4番が白出てて、9番黒ですって <laughs> 言ってんだから、8番、9番黒で、1番、狂人って言ってんだから、もう仕事終わってんじゃん。9番落ちてんだから。 あの決選投票で6・7の決選投票の7番の発言を聞いて偽セット思えた3番さんってやっぱ白くて4番が6番に必要に投票したのがやっぱ4番の黒要素。それは黒要素ではないよ。というよりも4番さんは最終日っていうか何やろ3日目か3日目の日に今日は長引かせずに3・4ランにしてくださいと自分で公言していたにもかかわらず6番さんに投票しているという投票行動で。 私が確信したから2番3にはそこをちょっと助かっ,ったぐらいかな3番3番三番主張だと8九しかないっていう結論8がローだった時違う違うだからそれを主張してるのが私なのよそれを主張してるのが私だからだったら7番って仕事終わってるくないっていうでしかもさ3番さんってさ7し 死んだと思うけどって発言も残してるね。サンバさん言ってることは何も間違えてない。うん、何一つ間違えてない。普段の仕事では八九なんでしょう。でも八二八二もあるし分かんないじゃん。 じ,ゃあじゃあもう7番視点って8番9番で6番がシーンって置いてて一番強人一番強人っぽかったっていうのは多分みんな分かってたからその場合だった時って盤面終えるわけであって7番釣り行った時の8番の陣外視点を絞れば8番が3番黒を打った時に8番黒で7番がシーンだった場合って89で終わるって考察で3視点落ちるから4番視点もあじゃあ7シーンだった8番偽だったっていう考察落ちやすいからその場合7釣った方が あの考察落ちるって話よのいや考察落ちる前に82ロールドだったら PP だからねだからそれが成立しなかった時点でもう82がキャンセルされるんだから八紙起こってるわけじゃん。 だから、そもそもグレーズリってしてる時点で、一本は決め打ちしないといけないんだから。さ安定、安定とか言ってたら、クソ雑魚なんだけど、信号的に。だったら、そもそも最初からグレーズリなんかせずに6、六一 <laughs> <に>、釣り切ってからの7。七八審議でよかったのに、わざとグレーズリなんかしなくていいかな、それだったら。うん、正解。え、六つってから、八七精査で一緒じゃない?。しかも、一日増えるやん。ちゃ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 、だから。 だから、そもそも、あの、グレーズリーした時点で、売らないか例の1本は決め打ちしいけない番合で,できるわけ。多分2番さんは安定、ど安定進行が好きやったし、3番さんは、ど安定進行ってよりも、ちょっと攻めたブレイングの方が好きそうな感じやったから、そこの進行論の違いやったから、そこで何かをしようとしてしまうと、一生多分話の折り合いつかへんと思う。それやったら。 だから、ら進行的にだから9を釣った時点でどこか決め打ちするの。だから、例の審議より俺は占い審議の方がついてたから7番審もあるかもしれないけど7番審議ってもう終わってるから7釣っても明日は来るよっていう話ね。分かってる聞いてる俺の話大丈夫 いや聞いてるけど、その進行はやっぱり82ロールの時の PP だからね、82ってそんな切れてるように見えただから82が成立しないから7行ってるって言ってるじゃん。俺はそもそもそんなんさ、82追ってんだったらじゃあ6行くでいいじゃん。わざわざ37の方が見えさ、八、ま、二、あ、もあるよね。<laughs> けど9番白かったって,言って、そんな草みたいな進行取らないじゃん。82がないと思ったから、俺は7つって8番が3と4の色落とした方が8の進行つけれるじゃん。 てか、そもそも8、2、2> はい、8、2って自分含めてるじゃないですか、2番さん。ただ2番さん視点詰まってんじゃないの ?8、2は絶対ないんだから。なんな3番の言ってるこいや、だから3番さんが8、2を追わないこと自体がおかしいなって思ってるんだけど俺、俺 <laughs> <何で> <laughs> あのね、全部2番の色を考えるだけなのに、2番の色だけ考えてガンナって言ってたじゃん。だから2番が村って分かった時八8人がないから8番が死ん,死んでも偽でも別に89狼だった場合って7番死んで終わりなんよ。それ勝てるじゃん別にそれで。8番が初日に9投票できなかった8九ラインはあるよねって言って終わりなわけでしょ。 いやまあまあまあそ,それはいいけど。はい、いやいいですかしょ釣られた僕が言うのもあれですけど2番さんの言ってることは全然わかりますよわかりますけど僕を釣った以上決め打ち進行は始まるんでそう,そういう意味では3番さんの言ってることも正解ですよ。 あのね、じゃあ言っての2番さんの言ってることも分かるんだけど9つって6つってその後結局決め打ちするんだから先にどっか決め打ちした方が強いよって話で16で1番が2セット思われてるから1の芯を追うための7釣りだから俺は分かってるさすがにえだから結局さだから決め打ちの意味がなくて7つって8が噛まれて結局34制裁になったわけやん6つっても一緒だったでしょ だからそれは遠回りのわざわざ4番が3番を黒く3番3番を黒くさせたかったんじゃないそれは4番の試行開示があるから8巻の時3が連れて2番の投票をもらえると思ったわけよ6番を6番の票あの6番を釣り縄にかけれるでしょで2番の票回収するだけで勝ち筋4番視点ってあるんだからそういう進行ができるわけじゃん いや進行はできるけど精査結局3四の精査7八の精査になるんだから3日目まででいいじゃん6つって。じゃ六6つってその後どうしたのよ6つって7八を生かして精査してライン戦7つって8かまれて3四分かんなくなっても一緒だからいや変わらんくねそれだったら 6, 6つれじゃんで8かみ入ったらどうすんの一緒じゃん3四。 え、だった場合ってさ、えー、さっきの場合一緒だったら7決め打たない方がいいじゃん。危ないから PP があるから。からじゃその場合だったらさっきの場合って、一番の芯を追うための7ずりいったわけじゃん。で、6番破綻させてるんよ。この芯効能が強かったじゃん。6番いった場合って8紙入って結局7ずり34の2分1考察よ。考察上変わらないんだったら、一本でも芯確定する場面のが明らかに強くない <laughs> 一緒だから6釣っても一緒じゃん6釣った方が安定じゃんピーピこーんなくていやばいもう平行線だもうダメだまあ OK ですおそらくこれは安定進行マンと変わった進行を取りたいぜなんで理解はしてるよもちろんだったら2番さんがグレーズリー乗って 行って、俺も乗ったんだから16信教だと思って一番強人かなと思いながらねだから16信教で置いてそのままグレーズでずっと行けばいいのになと思ってるけど安定進行行くなったらそもそもゼリ、1ずりで78精査でよかったと思うよ俺はそんな遠回りするぐらいだったらねまあグレー詰めはありだけどねそれにしてもやっぱり6からになっちゃったな まあ仮にい<や>ああ<な>い,いいですか,かああまあ仮まあ2番、まあ、さん言ってることはもう分かります3番さんも言ってる通りだけどそれがまあ正しくても3番さんの黒要素にはなり得ないし4番さんの白要素にもなり得ないかなって思います、ね、いやそれは精査<も>はしないといけないから34で。 いやもちろんね、別に攻めてるわけじゃなくて、あのし進行的にそういう風に取ったんだったらあの、わざわざ安定進行ってやるんだったら、最初から安定進行すればよかったのに、うん、初週から安定進行じゃないわけじゃん、22でグレー攻めしてる時点で。どっか決め打ちするぐらいのさ、考察すればいいのにさ、はい、安定進行ですだったら、そもそも初日からロキきアよかったじゃんって話ね。まあ俺が9釣ってないからね、そもそも。 よ4だったからね。そそこじゃないって。そこじゃないって。4つったんだったら俺7、8いけたんだけど、9はちょっと俺しっくりきてないから、そこで安定進行派になっちゃったんだよ。<laughs> 私が口挟 <laughs> 熱くしちゃった。熱くしちゃした。 誰が悪いかって言われたら、先端教唱とかいうやつだよ、マジで。あいつが遺言,言でさ、遺言,言までわざわざ黒くなかったのにわざわざ遺言,言で出現したのがあ、あいつ悪いよ、マジで。あいつマジ人狼一緒やんな、冒険。あいつマジでやべ急にね、決戦投票になってなんかふわふわして始めたし。それだったら6いっとけば、マジで。頭いかれてんだろ、マジ、先端教唱とかいやつ。<laughs> それ行くんだったら6位投票したわけやな。何で七投票するの、バカ。